ここいるい、中田歩夢が1軍昇格。1軍昇格に対する巨人ファンの反応集。巨人のここいるい外野手、育成選手の中田歩夢内野手の1軍昇格が13日、決まった。代わりに中山ライト内野手、エスタミールレイナ内野手、岡田祐希外野手が2軍合流。野手の大幅入れ替えで活性化を図る。阿部監督は紅白戦で2試合ノーヒットのオコエの昇格についてゲーム感も良さそうだったし、昨日都城での2、3軍紅白戦はノーヒットだったけど、守備につく時にライトまで格好よく走っていたから、それだけ、と結果以外の姿勢を評価したと説明した。中田については、11日の紅白戦で中前安打を2塁打にする構想類に対し最高だね、あれ。暴走族出たなと思って、本当に完全アウトのタイミングでも、ああいう走塁ができるという、みんながやっぱり見習わないといけないなと見ていて感じたと絶賛していた。上がる二人は納得だし、ウレイナと岡田下げるのもわかるけど中山も下がるんだな。中山は守備があれだったしな。中田好きやな、強みはすごいわかるけど、一軍の空気感じさせるために上げることもあるかもみたいな話してたし、支配下確定って話ではないと思うけどね。ボムは今後のために経験値詰ましたいんかな、良いチャンス掴んだね。